ほら、これ色ついてるやろ。この色ついてるのは一回見つけたことがあるのか、それとも表なのかと思ったけど、どっちの説もなくなったね。今裏で見つけたよって言ってたから。なんでなんやろな。これはまあでも初見でやっていきたいと思います。ここっつった、ここの裏、はいはい、わかりました。あの選挙カーが通ったらすいませんっていうの忘れてるなと思ったら、今トラックがすごい音で通ったのを見て思い出しました。ごめんなさいね。で、危ね、あー落ちちゃった。何探せんだっけ。パラソル、かわいい。簡単に作れそうなラボやけど。そういえば今回のラボってさ、自分でラボ作るっていうことないね。あんまり紹介されてないけど、別にそれはトリコンガレージがあるからいいんか。今日ね、いや、その発売の VR はもう本当にゲームを遊ぶ感じになっちゃってるよね。でもまあ今回はどうやろう。紹介動画はあのゼルダとマリオに対応したってことだったんですけど、あ、いた、面白いんでしょうか。自分で作ってっていうのももちろんあるんだろうけど、その説明は全くなしでしたね。ラボの話でした。いや、ラボ思い出したんよ。あれで、あれがあの後ろにさ、ジョイコンがついてるっていうパターンやが、あの平方の。めっちゃ簡単や。でもこの動画の存在意義がなくなっちゃうから、また難しいのを期待しつつも期待したくないのもあり。次何でしょうか。よろしくお願いします。動画また失礼いたします。